はいどうもボブチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。えー、今日もお酒飲んでみたしでやっていこうと思います。えー、今回で229回目でございます、えー。今回いただきますのはサントリーから出ております、ほろ酔い練乳いちごでございます。こちらのがアルコール3%、果汁0.1%となっております。はい、えー、言わずと知れたサントリーのほろ酔いでございます。えー、ハッピーウィンターとか言って、あのまあ多分冬季限定なんですかね。えー、練乳いちごというのが、えー、出ました。 えー、ゆずレモネードと、まあ、大体同時ですかねで出たみたいです冬といったら柑橘の次に出てくるのはいちごではないかたまあ、多分そういうことなんでしょうねでまあ普通のいちごを出すんだったら練乳入れてみましょうみたいなそういう、えー、多分思いつきなんでしょうかはいまあとりあえずまあ飲んでまあ言った方が早いと思いますああまあどうもなんか不安しかないんですけども、えー、ではいただいてみようかと思います あーこうきましたかあのー、なんかこれどっかで食べたことがあるお菓子みたいな味ですね <laughs> はいあのー、なんだろうなこれーなんだろうなーちょっと思い浮かぶようで思い浮かばないなんかいちごミルクですよね要はあーでもそれとはまたちょっと違いますけどもあのー、なんか甘,甘酸っぱいのになんか乳製品足しましたはいできましたみたいな感じの うん、あの美味しいんですけどうんまあぶっちゃけいいどう,ど,うどうでもいいとは言いませんけども <laughs> うんちょっと表現が難しいなあこれはあ美味しくはいただけると思いますまあこういう飲み物だということで割り切って、えー、飲めるんだと思いますまあ甘くて美味しくていいんじゃないですかねご視聴ありがとうございますチャンネル登録 高評価、低評価、コメントなどよろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。